好きです。好きです。丸亀が大好きです。はじめまして、大井真理奈です。篠田彩香です。私たちは第11代丸亀市観光親善大使です。私たちは今、丸亀城にある大手一の門にいます。ここはかつて丸亀藩士が太鼓を打ち鳴らし、城下に時を知らせていたことから太鼓門とも呼ばれています。今回は皆さんにここ香川県丸亀市のこと、そして私たちのことを知ってもらいたいと思っています。え、知りたいよな。知りたいはずやろ。抑えきれんほど興味津々よな。すでに心を奪われとるよな。あ、うん、知りたいって。あ、ほんまや、すっごい反響感じる。これは伝えな、絶対に伝えな。こんなに望まれとるんやけん、期待に応えよ。うん。それでは、今年の5月3日より丸亀市観光親善大使に就任いたしました。私たちの自己紹介をします。まずは私から。丸亀市生まれ、丸亀市育ち、歌って踊ることが大好きな大井真理奈です。私は幼い頃から歌うこと、踊ることを通した活動を香川県だけではなく全国さまざまな場所で行ってきました。そこでいろいろな出身地の方々と出会っていく中で、改めてふるさと丸亀について考えるようになりました。素敵で魅力的なところのたくさんある丸亀を、丸亀市だけではなく香川県全体、そして全国の皆さんに伝えていけるように活動していきたいです。よろしくお願いします。続いて、丸亀市出身、6歳の娘がいるママ観光親善大使、篠田彩香です。子供の頃から遠足は丸亀城、マラソン大会も丸亀城、大人になって娘と一緒にお花見、お祭り、全部丸亀城と、丸亀城と共に成長してきました。私もこの観光親善大使という立場を通して、香川県内だけでなく全国に、赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで、もちろん子供とも一緒に楽しめる、そんな素敵な丸亀市を PR していけるよう頑張っていきます。どうかよろしくお願いいたします。さて、丸亀にはたくさんの縁起物があります。例えば、太く長く腰強く長寿の願いが込められたさぬきうどん、嫁入りには欠かすことのできないお入り、古来より魔を打ち払うと言われている丸亀うちわなどなど、そんな縁起のいい町丸亀を皆さんにお伝えすることが私たち観光親善大使の役目です。もちろんこの他にも丸亀にはたくさんええもんがあります。私は誰よりも丸亀を愛しとるけん、あげようと思えばいくらでも出てきます。あれ、変やな。え、何が。丸亀のことは私が一番愛しとるけん、誰よりもって言わへんやんか。え、そうなん、知らんかったんや。ごめん、隠すつもりはなかったんやけど、実はそうなん。ちょっと待って、誰がそんなん認めたん。認めるとかやなくて、ひしひしと肌で感じるんよな。丸亀を愛し、丸亀に愛された女って感じ。面白い。え、同じ丸亀市観光親善大使でありながらも、その丸亀に対する愛の深さに圧倒的かついかんともしがたい雲泥の差があるという事実を、今この場で完膚なきまでに叩きつけてあげるわ。望むところや。讃岐富士の愛称で知られる飯野山、その標高は422メートル。整備された登山道は初心者にも登りやすく、眼下に望める讃岐平野は雄大で見応えがあります。丸亀の港はその昔、こんぴら参りの人々が多く利用していました。数あるこんぴら街道の中で最もにぎわった港とされ、シンボルである助け灯籠が今も夜の港をほのかな明かりで見守っています。半山町は四国一の生産量を誇る桃の生産地。春になると甘い香りを漂わせる桃の花が山裾一面に咲き乱れ、その光景はまさに桃源郷。大小28の島々で構成された四枠諸島、丸亀市にはそのうちの5島があり、
そこでは幻の唐辛子香川本鷹が時を経て復活栽培されています。ダブルダイヤモンドさぬき富士と呼ばれる絶景を知っていますか？これは山のてっぺんに朝日がかかる瞬間、少し離れた場所に佇むため池に美しい姿が映り、4月中旬と8月下旬の早朝にしか見られないわずか数分間の自然現象です。シワク諸島の中でも3年ごとに開催される瀬戸内国際芸術祭の会場となる本島、昔の面影を残す古い景観と現代アーティストの作品を見るため、会期中には国内外から多くの人でにぎわいます。もちろんグルメも忘れんといて。丸亀生まれのご当地グルメといえばやっぱり骨付き鶏。味付けはニンニク、塩、胡椒やスパイスでピリッと、皮はパリパリ、噛めばジューシーな肉汁がじゅわーっと。親鶏は身が引き締まって固めやけど、噛めば噛むほど旨味を楽しめ、若鶏はとっても柔らかくて子供や女性にも大人気。大きく口を開けてガブッとかぶりつくのが丸亀スタイル。その美味しさの前では私だって恥じらいを忘れるわ。丸亀には骨付き鶏を提供するお店が20店舗以上あって、お店ごとに違う味わいの中からお気に入りの一品を探すのも楽しいけん。そしてなんといっても丸亀のシンボル、丸亀城。丸亀城は現存12天守の一つ。緩やかに反り返るように積み上げられた石垣が美しく、その様は扇の勾配と称されます。石垣の正高は日本一の高さを誇る60メートルもあるけど、天守は日本一小さいおよそ15メートル。そんなギャップが可愛いと評判のお城です。今日のところはこれくらいにしとこかな。そういえば、ん？丸亀への愛を証明するのに没頭しすぎて大切なお知らせをするのを忘れとった。確かに私たちとしたことがうっかりしとったわ。というわけで唐突ですが、この度私たちが歌う丸亀市の観光 PR ソングが完成いたしました。丸亀にまつわるキャッチーなフレーズとポップなメロディーに乗せたこの一曲、どうぞお聴きください。カーッ。何このキャラ。やばい、やばい、やばい、大丈夫ですか？やばいかな。